はい、続いて奥のキャベツです。これもね結構青虫がついてます。まあこれもね葉っぱ1、2枚余計に、外側の葉っぱをね取れば食べられるんですが、結構ね派手にやられてます。で間空いてるところはね、もう収穫終わってるんですが、ちょっとね、何株かやられてます。もうちょい先に行くと、どれ、あ、この辺はね、だいぶ、このようにだいぶ食べられてます。難問ですからね。これもね、前の白菜同様、ちょっと殺虫剤をかけようかなと。今年ね、最後の殺虫剤をね、1、2週間前にかけたんですが、ちょっとね、まだ暖かいので、あと1回ぐらいね、かけないと、これなんかすごいよね。だいぶかけられ、食べられました。もう収穫してもいいんですがね、あまり一度に、たくさん収穫してもしょうがないんで、まあ徐々に食べるのには少し、青虫にあまり元気になられちゃうと困っちゃうんでね、ちょっと青虫に、静かつおとなしくしててほしいんで、ちょっとこの辺もひどいですね。こんな感じでねだいぶ、やられてますんで、こちらも殺虫剤をかけたいと思います。今日これからかけようか明日にしようかちょっと悩んでるんですがね、まあ明日にしようかな。もうね今日もいろいろやって疲れたんで、明日、殺虫剤をかけようと思ってます。以上です。